はい、ご覧いただきありがとうございます。ローロチューブです。ローロチューブです。はい、本日もブロンプトンのカスタム車ご紹介です。どうぞ。はいはいはい、こちら、ブロンプトンの S2L のですね、まあ、これ2021年モデルになります、はい、でカラーは見た通りオレンジですね、はい、で実はこのオレンジなんですけど2022年はもう生産完了となりました、はい、でこのオレンジってね結構ねちょっと現れたら結構すぐなくなるんですよね、はい、またあの間空いてまた復活する可能性はなくはないんですけども、まあ、結構ねあ買おうと思ったらなくなってるパターンのカラーですオレンジって、はい、で今回はその貴重なモデルがですねこのブラックエディションとかご注文いただいたタイミングで在庫がありましたので手配させてご用意させていただきました。はい、はい、でその、S2 ですねのオレンジをベースに前回ご紹介させていただいたブラックエディションブラックラッカーのお客様の奥さん用のやつですね、はい、を、まあ、合わせて2台ご予約と、カスタマイズご注文いただいた形になります。いいですね、リッチですね、はい、羨ましいですねですね、2台注文して2台ともカスタム、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃ順番にご紹介していきたいと思います。ゴー。はい、じゃあまずハンドルバーからですね。はい、実はこちらハンドルバー変わってます。真っ黒ですね。はい、はい、実はですねこれ前回ご紹介させていただいたブラックラッカーのブラックエディションをご注文いただいた際に、ね、JK のハンドルバーに交換させていただきました。でそれを外した純正のハンドルバーを今度奥さん用のこっちに持ってきた形ですね。はい、まあ、非常にですねエコなカスタマイズかと思います。まあ、ブラックエディションベースにカスタムしたお客様で結構ねパーツ純正パーツ余るんですよ、はい、でこの黒のパーツ結構かっこいいのになんかしたいなってなるんですけども2台目にあの標準のブロンプトン買ってもらうとこういった形で標準のブロンプトンがブラックエディション化できるっていうあの、まあ、特典がついてきます。はい、まあ、今回 ご夫婦で、ね、2台ご注文いただきましたので非常にエコなカスタマイズになってますね。はい、はい、まあ、ハンドルバーをこのオレンジのベースに変えるだけでなんかめっちゃかっこよくないですか、はい、なんか昔ですねあのオレンジベースのブラックエディションあったんですけどね、はい、でその時はツヤありのオレンジベースだったんですけど全然このツヤなしオレンジベースのこのブラックめっちゃかっこいいですね。はい、普通にかっこいいと思います。はい、でまずハンドルバー交換させていただきました。で次降りてきましてこちらヘッドパーツも交換させていただきました、こちらクリスキングの、ブラックのソットボーチェですね。はい、ブラックエディションの S とブラックラックとで前回と同じようにブラックのソットボーチェに交換させていただきました。これね、まあ、ご夫婦、まあ、2台買っていただいたのがたんで、まあ、仕方ないんですけど、はい、2個クリスキング買うってなんかめっちゃいいですね、はい、羨ましいと思います、はい、ですね。でこんな感じでねクリスキングをまあ、とりあえずもう先に入れていただこうという、あ、入れようという流れはですね僕らまあ結構店頭ではもう先に絶対入れといた方がいいですよというふうにご案内させてもらっていて、でお客さんも乗っかってくれた感じですね。はい、ありがとうございます。でこの黒ってやっぱね合わせやすいので、まあ、あとかっこよくなるんですよね、こうぐっと締まって黒って、ですので結構人気があるんですけども、まあ、なんとかですローロ全国のローロからかき集めて2個揃った形ですね。2個目です。まあ、こんな感じでどんどんあの在庫はですねなくなっていきますので、あの入れたいお客様はお早めにご注文ください。はい、今これをアップしている時点でもうあるかどうかはちょっと分からないんですけども、はい、なかったらすいません。はい、ですね。で次降りてきましてこちらステムキャッチャーですね。ステムキャッチャーこちら H&H 製のステムキャッチャーのブラックを入れさせていただきました。はい、でさらにですねこちら裏側E バージョン化、まあ、ドル置きを外した形のブロンプトンにさせていただいてまして、まあ、そのお客様は結構お勧めしてるんですけど、このナットですね、ブレーキキャリパーを止めているこのナットなんですけれども、こちらチタンの沈騰ナットに交換させていただいております。はい、こちらも全く同じですね。はい、次はですね、まあこちらですね、ですね、まあ、E バージョン化してますので、今回こちらのパーツ、H&H のケーブルフェンダーシールドを取り付けさせていただきました。でこちらの役目としてはドル置きを外した場合ですね、通常ドル置きがこのケーブルとタイヤを当たるのを防いでくれてるんですけども、それがなくなることによって直接当たっちゃいます。でこれそれを回避するためにこのケーブルフェンダーシールドっていうパーツが必要になってます。まあ、こんな感じでハンドル切ってもねタイヤに当たるようになってます。で今回は黒色です。でさらに降りてきてこちら H&H の E バージョン用フックの黒色ですね。はい、でまあ、こちらは今入れていった流れでいうともう全部黒のパーツが入っていってます。はい、まあ、このオレンジベースに黒のパーツをどんどん入れていくっていう流れになってますね。まあ、ここだけでも結構その、まあ、通常の
ノーマルのオレンジのモデルって結構ポップなカジュアルな感じなんですけど、この黒のパーツを入れていくことで結構なんかかっこよく渋めになっていってますよね。はい、はい、黒とオレンジってやっぱ普通にかっこいいと思います。はい、で真ん中行きましょう。はい、真ん中。はい、で実は前回のフレーム、ブラックラッカーのブラックエディションなんですけども、シートピラーを H&H のチタンに交換させていただきました。ですので、まあ、シートピラーとペンタクリップというこのヤグラのパーツ、実はこれ別パーツになっているんですけども、両方ともで、S2 の, あのブラックエディションからこちらの方に移植させていただきました。はい、でこのハンドルバー、シートピラーのカラーを合わすっていうのは結構ね統一感出てかっこいいと思います。はい、はい、で次は降りてきてサスペンションですね。はい、サスペンションも、ブラックエディションと同じように松村航基のサスペンションハードですねを取り付けさせていただきました。はい、これね、まあ、結構、まあ、特にこの2021年までの S ハンドルってあのコジャックっていう、まあ、結構ね、走る系のタイヤがついてます。標準 でコジャック結構乗り味硬かったりするんですけども、このハードサスペンションつけることによって結構ねマイルドになりますので結構効果的です。はい、で次降りてきて、こちらですね、 H&H のこのハンマーですね。はい、こちらあれですよ、ストップディスクボルトの代わりにこの H&H のパーツを取り付けています。はい、まあ、見た目にめちゃくちゃ軽くなるのと、まあ重量もね、純正の、まあ、なんだろう、めちゃくちゃ測った重量忘れましたね、めちゃくちゃ軽くなります。はい、はい、でこちら今回は黒色ですね。実はこのボルトの部分が、チタンのカラーとゴールドとあったりします。で限定でねこのハンマーのこの先っぽの部分が赤とかグレーもあるんですけども、まあ、今回黒を足していくっていうので、まあ、黒を入れてありますね。はい、で次最後にですねこちら側、はい、まあ、後ろもドロー脇を取ってあるんですけども、こちら、はい、チタン製のブロントン用のキックスタンド黒を取り付けさせていただいております。はい、まあ、このチタン製のキックスタンド、まあ、チタンって聞くとめちゃくちゃ高いんじゃないかなと思うんですけども、実はこれね8000、まあ、9000円ぐらいですね。はい、9000円ぐらいになりますので、であとはアルミのやつとかもあるんですけども、まあ、そんなにべらぼうに高くないような形で、まあ、軽いですね。やっぱりあのミノウラとかあとマルチエースのアルミのやつとかあるんですけども、それよりも重量全然軽くなってます。でミノウラと比較するともう圧倒的に軽いですね。でお客さん、僕ら店頭でこう持って比べてみてくださいよって言って渡すんですけども、あ、めっちゃ軽いなって大体こっちを選んでくれます。はい、であとはミノウラってね、あのボルトをもう一個ねフレームにあの8ミリのナット金で止めるんですけども、非常にちょっとメンテナンス性が悪くなります。ご自身であのタイヤ脱着とか中央交換するお客様はすごいあのめんどくさいと思うので、自分でこう走りに行って自分でタイヤチューブ交換しながら走るお客さんとかはこの、ね、マルチ S とか H&H のキックスタンドの方があの作業効率いいですね。はい、まあ、もう全然お店に任すよってお客様なんかはもうミノルなんかでいいかなと思うんですけども、まあ、ちょっとまあいろんな選択肢あるんで店頭でご相談いただければと思います。はい、はい、じゃあ以上ですね。はい、はい、じゃあこんな感じです。で、まあ、まあ、一部でやっぱりね、パーツいろいろ買っていただいたんですけども、今回前回のブラックエディションの外しパーツをね、有効活用するっていう流れになってます。で、まあ、おそらく、ブラックラッカーのブラックエディションに関しては、多分ね、お客さんかなりカスタム、すごいご興味持っていただいてるんで、あれ、どんどんね、ノーマルの黒パーツ外れていくと思うんですよ。で、多分外れたら多分こっちに持っていってよっていう話になってくると思うんで、まあ、これもね、オレンジのブラックエディション化っていうのができると思うので、すごい楽しみですね。はい。まあ、あっちの前回のですね、ブラックラッカーもどういう方向でカスタムしていくのかっていうところですね。まあ、パーツがちょっとね、なかなかないので、一気にはできないかとは思うんですけども、ちょっとこの2台どうなっていくか、すごい楽しみだと思います。はい。じゃあ、以上です。今日はこんな感じですね。はい、そので、まあ、外しパーツの有効活用っていうところで、まあ、2台目のね、ブロックを買っていただくのはすごい選択肢で面白いと思います。で今回はブラックエディションの外しをノーマルにつけましたけど、ノーマルを持っているお客様、例えばブラックエディションのフレームラッカーですね、ブラックエディションのフレームラッカーをノーマルのことシルバーパーツでレギュラーっぽくしていくっていうカスタマイズも逆にありかなと思うので、まあ、ご予算にすれば2台目3台目どしどしご注文いただければと思います。はい、はい、今日は以上となります。では今回はですね、まだちょっと途中なんですが、ブロンプトンのオレンジをブラックエディション化していこうの巻です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、標準パーツがめちゃくちゃ生きてますね。はい。